遅くまですいませんね、残業。ね、ここにボトックスいいよ、ほら、顎が出たの。ここにボトックスとここに、注入して、いや、見てみ、鼻なんか、あんた鼻の穴すっごい広がってるよ。なんかでもすごい、顎なんか腫れてない？顎、今押しちゃったから。皆さんごきげんよう、ごきげんよう。ネルトダウンって何なの、あんたまでに。臨界点だから、そんなこと言わないの。はい、ひろみちゃん、コメントしてて。待って。して。皆さんごきげんよう、元気ですか？二人でインスタライブ久しぶりに。ほんとに。YouTube も全然二人でやってないんで、ね、もうしてるから早く。じゃあ、だから来てないってあんた。いや、じゃなくてコメントドロック。あんただけなんでこんなさ、あの、来た。モデレーターにして。うるせ。モデレーターって何なの？あんたそんなことも知らないのね。いや、このいちいち英語にしんどいでほしい。知らないのね、本当に。何もわかんないね。合ってる？本当に。本日やもんで、書籍予約開始ですって、あんた何な、うん、本当にあんた PR の会社やってんの？あんたがさっきやったのよ。私 PR 会社じゃない。早く書いて。本日より。子供の野外活動の準備でくたびれて、切れそうだから、ライブ見て落ち着こう。落ち着いて。初書籍。グリちゃん、衣装です。クイちゃん、どこにいんの？あ、大変。おこよ。ごきげんよう。あ、ケイちゃんがごきげんよう。ごきげんよう、はい。早くやってって、ひろみちゃん。本日はアマゾンで初書籍、結んで開いて、ひらみひかみ。はい。クリタは残念ですよね。ごめんの、そこまいっちゃって。ごきげんよう。本ね、もう予約できるのよ。なんなんあんた喋りや早く。喋ってんの今コメント見てんの。特典があるのはどこから購入できるんですか。ね、もうちょっと後です。ワニブックスさんでできます。はい。皆さん本当にごめんなさい。お金に余裕がある方はアマゾンでも書籍を私会でも買ってほしいの、本当にごめんなさい。違うの、あの単純に一番を取りたいのアマゾンで。それには取らなきゃいけないの。ひろみちゃんどそ黒く見えるよね肌。わかる。あ、違う、これが暗いんだ。ほら、うん、違う違う、インあんたのほらライティングが違う。いや、肌汚い、あんたの方が今日、本当に思 う。いや、肌汚いよね、高橋ひろみちゃんの方が今日、見て汚くない、黒い。うん、ほら、黒いよ、ほら本当、赤みちゃんの方が黒い。僕がほら、これしてもそんなに普通やん。普通ちゃうって。普通やって、ほらライティングあんたに一番綺麗に入ってるじゃん。え、それがメインカメラだから。違う、赤みちゃんの携帯が新しいからだ。私の携帯これ古いわよ、これなんか、あのそんなに高くない iPad だもん。お渡し会は抽選というか、あの受付するんですが、4月20日頃に告知します。今日は後で出しますよ、すいません、ね、今日は Amazon の告知です。もう Amazon でね、ひろみふかみ結んで開いてって言ったら出てくるよ。でってれー、こちらです。まあ、これ仮ね、一応まだ仮よ。これ表紙をどうするかって迷ってんじゃない。表紙、何色がいいやろうね。あ、色が全然分からへんね。ごめんね、うん、ベージュか。今予約しました、ありがとうみんな。予約しないと出版イベントでお会いできないのかしら。いや、アマゾンは関係ないの。アマゾンはアマゾン1位を取りたいので皆さん助けてくださいの最後のお願いに参りました。最後じゃない、始まり、始まりのお願いに参りました、うん、予約は販売当日のライキングアカウントに入らないのでは。そうなの。予約入りますよね。予約の、予約のね、アカウントに入るの。そんなの調べ上げてる前の人たち。すごいんだから、本当に追いかけが。でね、今日のインスタライブで、あ、5冊買わなくていいの。1冊で意味ないの、その5冊。4冊買わない。その5冊意味ないから、あなたのアカウントと息子の、いやいや、それはね、兄弟のアカウントで買って1アカウントで5冊買ってもね、カウントされないんだって。アマゾンってよくできてる。意味ないの、本当に。だからもうありがとう、その気持ちだけありがとう。ベージュがいい、わかる。私もベージュが好き。ベージュと金色でどっちにしようかなっていうのを今日は悩む。本は蛍光色でくすめから少し濃いめの方がいいですよ、出版社勤務より。あのね、もう分かってる、これ聞いたの。これね、あのたまたまね、違う本体の紙じゃないやつで吸ってるから、もうちょっと色が濃くなります、ベージュの場合は。そうです、まだ色濃してないの、ごめんなさい。コンプラさん、コンプラさんじゃないです。コンプラさんの会社からじゃないの。マニーブックス、コンプラさんは。コンプラ裏切り、コンプラ裏切り。裏切りじゃない。コンプラの出版社言っちゃってるから。子猫を保護します。ずっと泣いて、ネットで調べて、暗くて落ち着いても、あ、お知らせの時にごめんなさい。えっとですね、子猫が泣きすぎ、
続けるときは暗くして静かなお部屋でゲージの中に入れられるといいですよ、うん、あのちょっとまだ新しいところでね心配なんですよ。だからとにかく音が出ないように、だからお部屋の人たちはゲージをバスタオルで囲ってあげてちょっと静かになるべく音が吸収するようにしてあげると落ち着いてきます。1日、はい、まあ、2、3日かかるかなです。黄色がいい、黄色かわいい、ベージュの方がかわいいで、よう見て、ようわからん本やねんからさ、ベージュの方がちょうどいいって派手やって。でもあ、それ今ダミーだからね。うんうんうん、あとねここにね高志の提案ね、かわいくない、これね、ひろみちゃんとふかみちゃんと高橋の提案で一応分からんねえ誰も。うんうん、かわいい、隠れてるけどね。はい、かわいいわ。いつから買えますか？あ、今から予約ができます。でも届くのは5月31日になります。ふかみちゃんの方ベージュなの？違う、どっちかにしようかってまだね決めてないの。どっちがいいと思う？ちゃんとチェックしてる最中よ。予約してきたよ、とりあえず5冊、ね、ありがとう。あのね、5冊予約しなくていいの、1冊でいいから4冊今日送りしな、みんなお金もったいない。キャンセルもしないで。いや、そう、1人1冊がいいな。ありがとう。でも、え、色選べたの？色は選べないの？色は今どうするって話なの？あれ、どうするって皆さんで決めます。オフィシャルサイトに載ってるのはベージュなんですけど、黄色にしてもいいかなってことで。まだ間に合うの？そうなの。あんたのカメラ、ほんとおかしいわね。なんでこんなブスに映るの？ふざけてる。あ、違う、分かった。こうだ。ほら。ほら。綺麗になった。Amazon じゃなくても、もちろん本屋さんで買えますよ。発売以降で5月31日以降に買えます。黄色がいいわ。赤みちゃんの方がいいわ。たかしの手って書いといてって。それはダメ。いろいろあるの。こだらの事情があるの。1アカウント1冊。そうです。サイン本はワニブックスのみですか？ノベリティ付きは。そうです、うん、サイン本やノベリティ付きは私も予約しますわ。子供は読めない。発売後に、はい、やります。激しい会話してるっけ。縫い絵の話は書いてないから多分いけると思う。子供読めるよ多分。全然読めます。ほら、書店に、本当の書店に並ぶやつだから結構ちゃんとリーガルチェックしてる、まあ、確かにきっと、うんうん、お渡し会はサインないの？ないです。あ、さっきのね、この人低体温症心配なので、あったかくしてねって、あ、うん、切れちゃった。もう一回入って。あ、大ちゃんが10冊予約しますね、ひろみちゃんのカードで。もういいと思う、あんた出てって。こっちに入ろう、二人で。ねえ、あんた、なんなんか出てって。はい、ちょっと話すよ。大ちゃん10冊予約してもいないの。大ちゃんの友達10人使って1人1冊ずつじゃ買って。そうよ。大ちゃん、大ちゃんのお母さん、大ちゃんのおばさん、大ちゃんの妹さん、大ちゃんの妹の旦那さん。2冊並べてみてやって。待って、これ取れちゃってる。この写真変えたいね。うん、わかる。むずいよね、私が。いや、むずんはないけど。にゃいんもないの？それはまだ言われへんね。はい、こちらです。こんな感じです。なんで私の顔にかぶせてくんの？あんた。はい、こんな感じです。お渡し会行きたいですけど会えますか？会えます、お渡し会なので、うん、お渡し会が一応一番早く渡せるかなって感じなんですけど、ただお渡し会って言ってもなんかそのイベントとかをするわけじゃないので過度な期待はしないでください。はい、お渡し会が、お渡し会です。お渡すので、お渡し会でおしまい、はい、お渡し会です本当に。ハート押せなくなってる、みんなも。そんなことないよ。ノベルティ付きはどうしたら手に入りますか？まだ別途告知します。はい、なので今日はあれで Amazon で買ってくださいです。タイトルの意味教えてください。まあなんか自分たちのお話の本なんで辞書伝とか言うのもちょっとキモいなって話にはなって、どういう感じにしたらいいですかって言って、童話ですよね確か。あの童謡からエディターのお姉様が考えてくださって、はい、素敵ですねってなって、うん、この話になりましたよ、うん、はい。何？なんで書いてんだなと思って。両親からのネグレクト、児童相談所から逃げ出した経験、LGBTQ、ADHD 当事者として親ガチャ問題、アイネコとの生活。あ、でもこれ今 LGBTQ プラスだね。借りだよ。うん、借りだから。うん、これ借りだから。Amazon で買ったらお渡し会はお会いできないの？そうなのよ。え、それはそれなの？それはそれ。これはこれなの。ちょっと見せて。はい。はい、すみません、はい。ありがとうございます。ごめんなさいね、本当に。これは後で。はい、こちら。すごい反転してる、ちゃんと綺麗。Amazon でネット予約が本日です。いや、いいのよ皆さん、どれか一つで買っていただいても。でも私たちはこの本がなるべくたくさん売れて、なるべくたくさん の寄付ができたらいいかなと思ったので、ネット販売、あ、Amazon で1位を取りたいんです。話題になるので、
私たちひろみかみって誰よって人たちもこの本が当たればいいかなと思う思いを込めてアマゾンで、本日が予約販売します。聞いてるあんた、うん、今もう一回やってみてしようと思う。はい、でお渡し会はサイン書かないんです、ごめんなさい。そうなの、いろいろあるのよ。そうなんです、お渡し会はひろみかみから本を直接と。いやこれあんた入れちゃうとさ、これ短くなっちゃうのやめて。大丈夫大丈夫、やめて、出て絶対大丈夫。ほら見えへん、ファンファン言ってる、やめて、今オフにした。はい、フリップ分かりやすい。コメントが見えにくいね。もっと引くなよ、ですね、あんた。いやいや、小さいやん、見えない。見えるわよ、あんたが見えないだけど、私見えてる。どれもいいねって、ありがとう。そう、向こうかないよね。あ、ちなみに、こことここは、日付と時間決まりました。はい。イベント自体はこちら。うかみちゃんが6月からね、留学行っちゃうせい、うかみちゃんのせいをみんなに土下座して。なんで？お渡し会少ないですって言われた。それ私、ね、でもそんないないかもしれないからさ、そんな私のせいにしないで。どこに何人いるかって私たちにも分からないの、出版社さんにも分からないの、誰も来なかった時に誰がそこの家を笑うのよ。本屋さんに土下座しなきゃいけなくなるでしょ。とりあえず大都市でやらせてごめんね。お渡し会でサイン書いてくれればみんな買うのにって。そうなんだ。何かしらできるようにはもちろんします。もちろん私からでも何かはできるの、何かはできるけどまだ言えないの、いろいろ大人の事情があって。そう、せっかくなので下が見えないって、はい、下そこに。これに詳しい申し込み方法ならは4月20日18時頃にワニブックソシャルで発表します。後でストーリー載せます、ね、はい、後で私でこれストーリーに載せます。東京は伝えかしらって。惜しいわね、違うの、まだわからないわ、うん、一画面にして。お渡し会は予約なんです。予約になるので、このサイトからお願いします。はい。はい。はい。ニート参加は会いたいサイン欲しい。いや、そうなんですけど。お渡し会行きたいのに勇気ない。なんで勇気ないのよ、あんた。うん。その下の注意書き見えない。はい。ただね、怖いこと書いてます、マニムックスさん。数量限定の販売となるわけだ。お早めにお申し込みください。あのね、全員参加してくださいねって言ったんですけど、とはいえ、現実的な時間の問題があるらしく、あまりにも殺到した場合は区切るそうです。時間、あの予約を。だから予約ができなくなったらもうそれで終わり。分かんない。何人来るか分かんないじゃない ?5 人かもしれないじゃない。そしたら5人で1時間使うわよ、もう。うん。うん。うん。東京は紀ノ国屋だったらなんだか面白い。なんで？なんで？あ、クリタオバッグ持ってくからみんな。それはやめとこう。紀ノ国屋は私たち出禁になっちゃうから。20日からか違います。このイベント自体、この、 あのお渡し会の予約の開始が4月20日18時頃です。で、ワニブックスの本での本はこれいつからなの？また後日。また後日です。失礼します。はい、ワニブックスの通話会は。なので、あのアマゾンが一番最初の。そうなの。とりあえずアマゾンで買ってお願いご。そうなの。ちなみに別に私たち 1冊買おうが100冊買おうが1円も入らないから、ただばったら聞いてさっき不しゃぐしてたんです。そうなんです。でも素敵なことよ、いっぱい本があの売れてみんなが知れてくれるっていうのは私的にはハッピーだから。はい、で、ね、抽選から先着かな。先着です。はい、先着だよね。先着よ。でも大丈夫よ、東京できれたら名古屋って少ないと思う。意外と名古屋ってそんな人住んでないから。なんてこと言うの、あんた名古屋に謝って。いやでもでも大阪だとさ、京都とかさ、やっぱ神戸の人が来るから、ね、で東京はさ千葉と埼玉にいらっしゃるから。そうなの、ね、そうなの、ね、やっぱ名古屋。いやなんかね、名古屋は名古屋しかない。違うの、違うの、アマゾンへの執着はもう皆まで言うね、箔をつけたいの本に。そうなんです。あのね、アマゾンで1位になるとすごくね、公演とか増えるんですって。あとね、2冊目つ、ね、出しやすくなるのお願い。2冊目出したいの私たち。とりあえず買えばいいんです。そうです、ごめんなさい。お渡しにもサインしてよ。サインじゃない何かをもちろんつけるので、それは待ってて。うん、うん、いや先着なんですね。そう、でもサイトでの先着だから。2人はアマゾンで買い欲しい。いや、どこで買ってくださっても構わないんだけど、アマゾンで買っていただけると箔がつくので、皆さんにアマゾンを押してます。ごめんなさいね。はい。でも大人の事情っていうよりも、なんかたくさんの人に本を触れてもらう機会が増えればいいなと思うし、私たちこの本を出した理由って、やっぱり自分たちの本を出してみたいなっていうのはもちろん1個あったけど、なんか内容にもやっぱ触れてるんですけど、児童相談所であったりとか、児童養護施設であったりとか、何だろう、何かのためになって、ん、なんかちょっと
やむを得ない事情とかで何かなった人たちのために何かのなんかきっかけになるような本になりたいなと思ったから、本当は私たちのなんだろうな、エゴかもしれないけど、そういう僕らみたいにちょっと境遇がおかしいな人、変わった人に読んでほしいっていうのでたくさんの人に触れてほしいんです。何大ちゃん、アマゾン1位みんなで頑張りますね。私がみんなの分買ってあげる、ヒロミのアメックスで一夜カード1年だからみんな、みんなよろしく、カード情報あげる、いいとこで、いいとこどうしよう、私のカード情報止まるかしら、お確かは2冊買えばいいのか、うん、お確かは1冊で大丈夫よ。あのさっき子供を連れて行ってもいいですかって人いたら、子供は OK よね、2人まで OK、 2人まで OK、 ああ優しい、あんたでレギュレーション決まってんのすごいね、不動産屋さんなの子供は2人までだって、2人までだって、はい、はい、みんなで頑張りますね、ありがとう、こちらこそ、はい、アマゾンで1位になりたいんです。そう、正直に言うとアマゾンで1位になりたい、アマゾンで1位電子書籍版はありません、ありませんよね、あるっ て同じ値段、安いやろ、発売日は後になります、あの本の発売日は5月31日です、はい、アマゾン丸々札だけサイン付きはどうかしたらガチャにするの、それはこれアマゾンの多分ね、レギュレーション的に NG とされそうよね、うん、どうして結んで開いてるのって、なんかね、私たちの話をこう辞書伝って書くのキモいねってなって、どんな感じにしようかなと思った時に、私たちおじいちゃんおばあちゃんに育ってもらったし、結んで開いてって私たちも知ってるじゃない、馴染みあるし、なんかそういう意味でそうしたんだろうと、ね、あとご縁を広げていく、本当に、ね、聞いてないのね、いつも話してる人の、えそれでもこの本をきっかけにご縁が広がるようにと思いも込めて、いろんな思いが困ってます、あとまあ私たちのことをあの開いてるっていう、なんかそういうのをかけていたりとか、はい、Amazon はサイン付き、何もないの、ただの本でもうね、買ってメルカリで買って私買うからお金返すからすぐ読みたいから電子版にしようかと思うんだけど、それで電子版はね、後出しなの、ごめん、そう、予約ができないの、ほんとごめん、うん、Amazon に予約してきてありがとう、友の会違うせ1位でラジオありがとう、友の会とイメージ1型で1位にしたい、ありが優しいね、本当に3000人が会話1位になる、1位って何人ぐらいってなんの、え、300人ぐらいなの、あ、カテゴリーだよね、全体にしましょうよ、絶対は無理なんだって、あー、ジャニーズさんとかだと全体1位になるのね、大人の事情、今1位誰なの、じゃあ今1位見てみよう、どきなさい、うん、今1位はどの今誰なの、アマゾン1位調べてみよう、もう負けましたって言う、うん、あ、ひろみちゃん、あ、大ちゃん、今までの人生様々な人たちが結んでくださったご縁に感謝を、そしてこの縁に次に開いていけるようにと、とても素敵な意味でこう伝えてるんで、なんで私ってのありがとう、ありがとう、あ、違うよ、多分取材の時に喋ったんだよ、あ、そういうことか、そう、担当者一緒だから、あ、それだ、じゃあありがとう、書籍、いや、300で1位は多分ずるした1位だから、本当はメインで1位がいいから頑張ろう、みんな書籍のランキングなんかどうなんの、アマゾンって、本って言う、あんたってね、本買ってこそないんでしょ、きっと、せ本を探すの、そこで、本アプリなの、本、出てきた、私が見た未来完全版が1位、2位、乃木坂46、無理よ予約販売やから、人気度ランニング、私たち今検索しても出てこない、結んで開いてヒロミカメで調べてみるけど絶対出てきます、人気度ランク、ちびちび収まる、あー、熱いよ、いいね、月刊テレビジョンとかが2位なんだけど、いや、あんた数もないでしょ、誰がいると思う、ここにすごいんだから、ごめんなさい、アマゾンに役に見た、無理よ、ポケモンとかいるもん、無理よポケモンは無理よ、この裸の人誰、ファインボーイズで、あの、ジャニーズ様が始まりました、なるほどね、うん、いやでもいけたらいいね、カテゴリーは1位はいけるかもしれないね、うん、みんながサポート、今見てる人ぐらいは私から参加できる、できない、でもさ、みんなそんな来ないから、いい加減にして、どうせみんな来ないでしょ、集中して冷静に考えたら、この本が税抜きで1400円なんですけど、1400円払って会いに来るってことだから、まあ本ついてるけど、本のおまけで私たちに会えますっていうアコギなことをやらせていただきます、すいませんね、本当に、でもお渡し会だから読んでくださいねの、どうぞです、そう、でもいいじゃん、なんか
あの僕らに別にね、私利私欲のためにやってるわけじゃないので、もう許して。あんたそんないいじゃんとか自分に言うなんて何そんなつもり、本当に。もうお金返すからお願いだからみんな買って。お金返すは原因すぎる。何人なの私か、イエーイ。でもやってみるから、でダメだったら、あのちなみに、いやいや大丈夫、あのね、とんでもない人でも1回であの数百人だから。そうなんだって。そう。そう。そんなおっぱい出してる人たちでさえも数百人しか来ないんだって。だから、ってことはよ。そんな数百人も来ないよ。そんな来ないわよ。みんなそう、大丈夫よ。でも先着順だから頑張ってて。でも東京は多めだから、人数。東京はちょっと多め。名古屋はちょっと少なめ。うん。私から握手はできますか？あ、なんか今コロナの状況でいろんなできることを考えてるので、その内容もあの4月20日にはもしかしたら発表できるとは思うんで、その時にあの何ができるかっていうのを楽しみにしててください。どこでやるのかしら。東京、名古屋、大阪です。ここ怖いよね、ここ。あ、じゃあここ大阪で12時にやって16時半では名古屋でタイムスリップしてんの。ってことはよ、でも2時間ぐらいよ。福岡ないんです、ごめん。かみちゃんのせいで。うん、でも福岡にそんなにいないって友達の人。いたね。アクリル板してマスクなしで会いたいな。怖い。私たちは多分、あの、あれよ、刑務所スタイルだよ。あの、この皆さんのあれがあって、刑務所みたいに。大体じゃあ皆さんに見えるスタイルだと思います。二人はイベントとか全然しないから。友の会の皆さん殺到しそう。どうなんだろう。名古屋のどこでやるのよ。分かる。それが気になる。もうセンターよ。名古屋とよ。名駅か栄しかないじゃん。考えて、だってその12時にやるから16時半には間に合ってなきゃいけないだから。ほぼ駅前。私から一緒に写真、もう一緒に写真撮れる可能性の方は高いです。うん。はい。はい。最初で最初で最後かな。な、何？おぐりちゃんが産んでる。おこよ、おこよ、おこよ、ごめんね、バレルに乗ってます。2人までしか子供連れていけないんですよ。あ、そう、ごめん、3人いや、さすがにほら人数多くなりすぎちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃうからさ。そうそうそう、なんかあのベビーカーの場所の確保とかいろんな大人の事情があるんだと、ごめんね。ドリーターじゃ来ない、ごめん、ね、ドリーターは来ない。朝から並ば、待って、並ばなくてもいい、並ばなくていい、整理券だからやめて。4月20日の10どいて、あ、見てた。4月20日の18時頃にオンラインで、予約ができるようになります。で、予約が完了した人は来れます。できなかった人は来れないです。お渡しか行きたいです。でも今お断りで見られないのです。後で改めて見せていただきたいので、必ず買わせていただきます。残します。残します。名古屋終わったら帰っちゃうの？そうなの。アーカイブ残してくれる？残すよ。鉄格子ごし、それもそれで面白い。おかんは連れてた。あの、待て待て。子供はそのままでいいんですけど、じゃおかんはおかんの分も買いなさい。そうなの、おかんは買わなきゃいけないの、ごめん。マネブックすら品切れないわね。品切れない。品切れる。グッズ付きは品切れる。大ちゃん来た。でもお渡し会できるんだけど、本当にすごいこと。どうしたの、大ちゃん。わかるの、なんかさ、どのままなんかわかんないやつらをさ、出版社さんがやってくれたくて。そうよ、本屋さん。本はさ、誰よ、こいつら。本屋さんは本屋さんでさ、広め紙控室で作ってるわけよ、きっと。ようこそ何々書店みたいな。申し訳ないわ、こちらといっても。でっかい息子でもいい。子供であればいいんじゃないかしら。もうそこは大丈夫よ。あ、来た。ありがとう、あやきさん。お渡し会の予約の詳細は20日で、21日18時頃からです。はい。はい。なるほど、20日に詳細発表、21日の予約スタートで。あ、すごい、あなたで上手ね。そうだよね。4月20日に抽選をするわけじゃないよ。4月20日にはワニブックスで、ワニブックスのね、本をちょっと高めに設定するの。なんでかというと、ちょっとしたギフトとサイン本プレゼントなので、だからそれもまた数量限定です。そう、1400円なんだけど、通常の本はね、それよりも全然高くって、2500円から3000円ぐらいになっちゃうのかな。はい、また言いますね。ワニブックスのサイトで売るんですか。そうです、それも言います。でもアマゾンと私会がメインでもあります。すみません。でもそれすごいね。ワニブックさんね、自分の会社で売り上げなくていいんだよ。普通なんか、そのアマゾンはもう捨ててさ。いや、アマゾン、天下のアマゾンに。もう一回、ごめん。ジャックマーワーに落とさなきゃ。ジョフじゃない、ジェフ。ジャックマーワーって誰よ。ジェフマイヤー。なんだっけ、ジャックマーワーじゃなかったっけ。それアリババよ。なんだっけ、ジェフベス。ジェフベス、ジェフ。違いちゃう。高い。いや、そうなの、高いわよ。
でも大丈夫、あのね、原価だから、あのグッドなんかね、ついてんの、なんかついてん、結構それハッピーだ、ご機嫌だから。そう、3位はゴーストライターじゃないよね。それも踏まえて、いろんな事情を今競技中でも私たちが絶対書いてる。意味わかんない、分かった、分かるように。だからもう一回読み直してみて、これあの、ね、アーカイブに残ってるから私の説明がね、バカっぽいのかも、もしかしたら。とにかく今日は Amazon で初書籍の21日何時ですか、内視鏡検査がある午後だと思う。だから20日に詳しく言うから、そこまで待っててごめんね。18時ぐらいよ、うん、もう一度ゆっくりありました。説明するわ、私があんたが説明したら早くやってみるから。やってみる。あ、もう見たことないから。水こぼれたって。それ私の水よ。水こぼれたって。どういってことあんた。高橋水。いやいや、水がどういてよ、お前。どういてるよ。お前、なんか。危ない。ねえ、高いや。テーブルが非常になんて。いや、水こぼれてる、どうするの。水がすごいこぼれてる。大丈夫。高橋、ごめん、ありがとう。本日より予約スタートしました。Amazon ほかネット書店にて、ひらみひかみ、結んで開いて、ひらみひかみって検索すると出てきます。そして2、僕らに会いに来れる書店お書籍お渡し会は5月28日土曜日東京、5月29日日曜日大阪と名古屋で開催されます。ちょっと場所だけね確定してないので、ちゃんときちんとあの告知しますので少々お待ちください。こちらはですね、僕らから直接本をお渡しします。で3番目、ワニブックス通販サイトではサイン本と限定グッズを、セットにしたものを限定で発売します。これはね、買ってほしいって言うのも、どうしてもね、書籍のお渡し会に来れなかった人のために、なんかちょっとサイン本をどうしても欲しいわって人だったりとか、で、あの、来れなくって会えなかったからこそ、なんかちょっと会った気持ちになれるような限定グッズを入れようとしています。なので、シンプルに本を楽しむ方は Amazon で買っていただきたいですし、本自体をね、Amazon でこう盛り上げていただきたいっていうのが私たちの心持ちであります。プラス、書籍のお渡し会っていうのは会いに来れる、私たち会いに来れるイベントを全然やってなかったので、会いに来れるイベントをやろうとしています。で3つ目が、会いに来れるイベントもやったんだけどどうしても来れなかった人のためにサイン本と現物言えます。で4もあるじゃん、ちゃんと説明して。4番、5月30日以降は、発売日以降は全国の各書店でもお買い求めいただけます。はい、ひろみちゃん近くて見えなかったってお渡し会は抽選、先着、先着だの、はい、東京のどこだろう、やめや、ワニブックスはいつか、ワニブックスは20日に発売だからちょっと待って、あ、20日にあのお知らせするから、20日の18時に、だからそれまで待ってて。Amazon で買うだけだとお渡しされないってことですか。されない、ごめん、うん、あのね、書店イベントって書店にお金落とさなきゃいけないのよ、どうしても、うん、書店は書店なの。んとごめん、ワニブックスはいつから、だから20日の18時にお知らせ。でも多分5月の30日ぐらいじゃないかな、うん、私から予約したとき、そう、予約したとき、そう、気をつけて、並んでも意味ないわ。そうなの。3つの方目の方法は限定だから売り切れたら終わり、はい、売り切れたら終わりです。それも先着、札幌来てる、それでも大丈夫、ネットだから。お渡し会は予約するんですか、はい、予約します。4月の20日に詳細アップします。先にでもお渡し会、そもそもスケジュール的に行けないやって人のためにスケジュールがこれ、28日に13時から東京、29日に12時から大阪、5月29日に16時半から名古屋です。この3つ、これは決定。 Amazon で買ったから応募すればいいの。違う、 Amazon はただの本なの、ごめん。そうなの。でも Amazon でも買ってほしいの、分かりづらいよね、ほんとごめん。あのね、でもね、いろんなところで売りたいの、分かりづらいじゃないの。ちょっと引き入れスキルタイムしたら良いかも。あ、ストーリーに上がります、ちょっとお待ちね。 Amazon で1冊、お渡し会で1冊、ワニブックスで1冊、書店で1冊の4冊買うわ。あー、最後の1冊いらないかも、ごめん。いや、書店の人も支えよ、あんた、私たち本でさ、いいよ、お渡し会でも書店のお金落としたんだから。あ、まあそっか、そうよ、お渡し会はね、あのよ、出版社さんも別になのよ。そうだよね、意味ないよね。意味なくはないけど、書店様が喜ぶだけ。そうだよね。そう、でも喜ばせなきゃいけないの。何冊も買えないのね。何冊も買えたことは言ってないんだけど。2人ともスーパー早口をスローでお願い。東京は息子の運動会の日。投げてそっちに。そっちに行きなさい。またいつか会いましょう。あんたもそっちに行きなさいよ。行くへんに行きたい。行くへんに行きたい。大阪の中は一律のためなんで、強行スケジュールですね。かみちゃんのせいよ。うん、それはね、私の気持ち。
そう、本も欲しくて、かつ会いたい人はお渡し会がベストですね。確かにそうです、ね。でも大丈夫、もう信じられないぐらい来ちゃったら、一緒に考えるから、あのでも留学行く前の人からにきっとどっかでお渡し会するかもしれない。あまりにも信じられないぐらい来た場合ね、それは。そう、うん、後で考えるからちょっと待ってて。大ちゃんが渋谷頑張ります、だって。頑張って。あんた送るのよ。うん、本当に当たったら、ね、いつにも増して早く来たわ。え、本当？ひとまず4冊で OK。 いや、ひとまず3冊で OK。 てか、ひとまずとりあえずアマゾンで OK、うん、本屋さんで買う人に手渡しするのが普通だと思うけど。そう、だから本屋さんで買う人に手渡しするのよ。どうよ、お渡し会は何冊あるんですか。それは言えないよ。私たちも思ったけど、だから予約いっぱいになっちゃったらおしまいなの。ほんとごめんなさい、うん、仕事で行けないからグッズ欲しいで、いっぱい作ってほしいな。いっぱい作ってますよ。うん、かみちゃん、イベントが終わったら旅立つかもしれない。そう。西の方でお願いします。どういうこと？どういうこと？うちも運動会だ。大阪やろうよ。ねえ、運動会ってさ、その時間なんだ。あ、違う。私たちはね、本当に浦島太郎なの。今時は春にやってるの。なんで、なんで、夏やめた。いやいや、デフォ。秋じゃないのよ。なんで、なんで、なんで。暑いからだって。本当に？本当よね。え、そんなクライムチェンジしてないわ、私たち。いやいや、本当だよね。ねねね、最近のさ、運動会って春なんだよね。有名なんですよ。どうなんだ。先着何名か教えて。教えれな。でも大丈夫、サイト内でその開始して、あの、売り切れたら終わりって感じです。あの、でもさ、オニブックスで予約して、それを書店で買うってこと？違う。お渡し会はその書店で買うの。そう、でもその書店で買うんだけど、書店で買わなくて予約ができるようになる。オンラインで。いや、はい。それが、で、あの、数をコントロールして。はい、お渡し会の詳細は20日にストーリーズに上がりますか？上げます。上げます。20日の18時頃に上げます。そう、私たちが早くしたのは、春のせい。春って心が模様がやってるよね。暖かくなってくるね。300、3000人以上見てるけど、そこまで私から入れないよ。3000人なんか全然入れない。絶対入らない。でも待って、みんな集中して。あんたね、ジャニーズ様でも3000人も来ないわよ。そういうことよ。3000人ってね、とんでもない数よ。ホール埋まってるからね。運動会は5月だって。うん。うん。そうなんだ。最近ね。私から抽選写真で。あとでストーリーでまとめます。はい。でもね、先着順が一番公平なのよ。世界的に。統計学的には。うん、書店で買っても私からいけんの。ね、そのオンラインでお渡し会の書店での購入申し込みってやつをして、ああ、いい人にね、10番させたいわね、次につなげるためにまた。今見てる人の10分の1はいける、10分の1はいける、トータルで10分の1、あ、1000人ね、うん、あ、300人、そう、300人はいるじゃん、うん、1000はいし、少なく見て、一人一口のみ、いいよ、別に何で一人一口のみなんでしたっけ、一口のみなんて各都市で一つずつは OK、 各都市、あ、すごい、暗号は OK だって、すごいわ。でも新幹線なんかかかるからね、だからみんな集中よ。100はあるわ、もちろん100はあるわ、100は余裕である。お渡し会とワニブックスさんの数は同じぐらい、あー、大体同じぐらいですかね、トータルで、うん、うん、いや、なめちゃなめよ、出版社だって、あの、数字出してるからきっと。そう、今見てる人たち全員 Amazon を買いに行ってきてほしいの、本当によろしく。できればね。行って会えるわけじゃないから安心、予約頑張るわ、ありがとう。会えないわけじゃないから安心、うん、そう、抽選じゃないよ、先着だから絶対大丈夫、うん、500人ぐらいは応募しそうね、500人は多分大丈夫よ、トータルではね。各都市は100名ぐらいよね。各都市100名は絶対行けるよ、もうちょっと行けるよ。私からの予約開始は20日の18時頃にどうやって予約が開始するかっていうのをお知らせします。正確に言うともう先に言ったら21日なんですけれども、あの、開始するのはでも20日の18時に詳しく、あの、出るので、それまでお待ちください。待って、車かっ飛ばして東京都などで頑張るかしら、ちょっとやりすぎよ、それはやりすぎよ、頑張りすぎ、危ない危ない、稼ぐはね、それが私たち1円も入ってこない、そんな下品なこと言わないな、あんた、グリタウチャの来店までない。あれなのよ、ああ、大丈夫なの、猫何してんの、あれ、あなたの猫よ、ああ、グリちゃんそれただの穴よ。いや、違うよ、あのね、集中して最初のグッズはあっという間に完売したわ。ああ、でもほら、でも最初のグッズってそんなにたくさん作ってないから、そう、1000よ、あれは、そう、うん、
お渡しは何ができるの、それをいろいろコロナとかとの状況を確認しているので、明日の、あ、じゃない、20日の18時に、お知らせします、お渡しから何してくれるのこの人らっていう。でも大したことはできないわ、だってトークショーではないからごめんね。殺到したら2回目もお願いします。本当に殺到したら2回目も考えるから、実は私が言ってなければ。でもいけると思う、6月の1週目の土日だったらあげれる。21日多分ね、夕方よ、18時ぐらい、うん、ワクワクするね。21日に18時に詳細が分かるワニブックスさん、そうです、お渡し会の詳細が分かります、はい、うん、ワニブックスの予約とお渡し会の予約は同時に分かるんですか？違います、同時じゃないです。一番最後順番よ、そう、うん、ワニブックスの特典はもう本当に一番最後なんです。そうなんです。1000人以上分かるかっていうと分からない、うん、ちょっと頭がちんぷんかんぷんになってきた。もういいな、とりあえず今 Amazon で買ってくださると集中して買ってくださるランクインするの。何日までに Amazon で集中して買えばランクインするのって。今日だけ、瞬間風速、瞬間風速です。今日よ、Amazon よろしくよ、今日よ、本当に本当に皆さん本当によろしくよ。でも私が10冊買っても意味ないんだよね。そう、よくできてるね Amazon って、うん、私がじゃあ3冊買っても1かも。やだ、深見ちゃんはネックスくらいで秒でグッズもうなくなっちゃいそうですね。物によるじゃん、そのグッズが全然いらないものだったらいらないわよ、みんな。うんうん。あと表紙のイラストは誰が描いてるのかしら。これ公表していいんでしょ。イラストレーターさん、イラストレーターさん、なんかね、かわいいよね。そう、あっちっていうの稼ぐわねって言ったのは、その私たちの印税分は全部ね、僕らが児童相談所でお世話になったので、三重県の伊勢志摩の南伊勢児童相談所って児童相談所があるんですよ、三重がやってるね。そこの児童相談所に寄付する。そこの児童相談所のなんか設備であったりとか、きっと何に使うのかっていうのを、今ね、三重県の方にね、確認してもらってるって感じです。最終決まってないけどごめん。けど、私たちの懐には入らないの。いいのよ。みんな会いたいから Amazon 後回しになるんじゃないか。そう、だからお願いに来たの。ここそうの、だからやる。Amazon 後回しにしたらもう嫌よ、私っていうだけよ。うん。名古屋から一番大きい出店は、高島純子どっちやかしら。高島純子どうよ、どっちかよ。知人から何時に購入してとリクエスト多いけど、あ、そんなのあるんだ。お二人のお顔がなんだかいやらしい笑いと思って。なんなのよ。児童相談所のお世話なんで、そう、本でも書いてるんですけど、私たちが児童相談所に入ってたことがあって、なんかそこのところになんかうまく、支援ができたらなと思って、そこに私たちの印税が入るように今交渉してるところです。みんなが爆買いしたらその分ブックオフに並んじゃうかしら。いいわよ、並んだら私が買うわ。私が買ってどっかになんか擁護施設に送りつけるわ、うん、都内の持ち歩いて遭遇したらサインいただけるようにしますか。どうぞ。それはする。違うの、なんか1000人ぐらいイベントできてさ、1000人に対してこうさバーってサインを書いていくって多分できないなと思ったら、時間的に多分後半戦の人、ね、水が踊ってるわよ。そうだから自信がない私たち、サインを書くってことをほとんどしたことがないからと思ったの。いつもより楽しそうなんだね、本出版念願なの伝わりますよって、ね、ありがとう。でも一生懸命半年前からずっとやってたからね、これね。もっと前よ、また子供と2冊買ったら別々お渡し会 OK ですか。もちろんもちろん、もちろん。自走で、あ、なんか素敵、自走で働いてるからそんな風に思ってもらえるのいいな、頑張ろう。ありがとう、ありがとう。あ、本当に日に暮れてるよね、自走に来る子って。私たちがそうだった、本当に。同情するなら金を触れ状態のすごい日、私意地悪した気がする、ごめんね、意地悪してたら、子供たちが。でも、悪意はないの、お願い。大阪は北か南どっちですか。北、北。南行っちゃったら間に合わなくなっちゃうの、うん、名古屋に。アマゾン1位になって多分それは無理、うん。遭遇したサインが山の行ってくる。ありがとう。友の会だけなんで、姫さんも、桃らさんも、エリー組の方たちもみんな来るんじゃない。え、ありがとうのが優しいね、本当に。そう、約1位になるかな、本屋ね。慣れたら嬉しいね。マジで偶然あったら本にサインをするって大丈夫。ペン持っといて、私、ペンは守ってないから。実は殺伐としてるもんね。子供たちが喜ぶ何かに使ってあげるってすごいわって。ありがとう。そう、意外とね、そう、殺伐してるからね。ルクアの前後グラフローと言って、まあそうよね、そのあたりよ、その辺よ。新幹線にすぐ乗れるところよ。だからもうシンプルに言うと、ほんとごめんね、みんな、お渡し会来る人もお願いだから Amazon 行ってきて。よろしくよ、ほんとに。そうやって呼んでもらえると、私が子供と2冊買うアカウントが釣れないため、それもったいないよ。1冊でいいし、 Amazon はあなたのアカウントだったらもう1冊でいいの。うん。どのくらい売れたら1位になるの、アマゾンって。え、なんかこの人素敵。数千冊。
会いたいけど会えなくても素敵な考えのせいでデート本当にことありがとう、もっと朝から言ってくれたらよかったに働かせるわね。なんてもっと何もっと朝から言っててくれたらよかった確かに学校図書館に寄付できるような購入方法ない。どういうの？ああ、寄付してあげたいから買いたいってことね。ああ、そういうこと、ありがとう。ありがとう。とりあえず早く見たから、アマゾン見たらもう、ありがとう。1位になったらおしゃいね。1位になったんだ、いつ？言い方おしゃい。もう今からアマゾン行ってくるわよ、もう。ありがとう。ちょいちょい減っていってるから、ちょいちょいみんなアマゾンに持ち上げて。持ち上げて。でも、インスタライブの後でいいですよ。ストーリーの全部ごめんなさい。いつかお会いしたい。ありがとうございます。そんなの学生時代に自走でボランティアしました。なので雰囲気よくわかる。そのことで少しの笑顔になりました。なんか素敵、ありがとう。そう思ってくれて。親にもアマゾンで予約させたよ。そういうことでどうも。ありがとう。アマゾン、ポチってきたわ。ありがとう。配送付き学校にちゃうとか。あ、そういうことね。今日たまたまさ、マヒコのサロメさんに会う機会があったの、仕事でね。はい、どうぞ。その人がね、双子だったの。うん。ご姉妹で入ってるのよ。わざわざ。カタカだから共有すればいいのに、やっぱり一人一カウントアカウントでマヒコのオンラインさんも入ってた。ああ、そうなんだ。妹だけ当たってやったかなんだから、お姉ちゃんがもう発狂しちゃうなって言ってた。ごめん、くだらない。うん、すごい、あんた内容のない話だったね。うん、わかる。本当にイライラする。私が娘と今会いたい人、ヘルミちゃんがみんな大ちゃんです。コロナ終わったらいなくなって、絶対ないで会い換えます。ありがとう。もう予約したわよ。ありがとう。今ライブ来ました。お渡し会の詳細をどなたか教えてください。後で。後で行くわ、うん、お渡し会は5月の28日、29日です。はい、スケジュールだけ見とくわ。はい。でも今日お渡し会ね、さらって言ってるだけなの。そう、今日はね、早くお願い、皆さん、Amazon で予約してください。あかん、取られへん。優しく取ってね。優しく取ったりや。かわいそうやん。ぐるぐる言うてる、ぐるぐる言うてる。嘘つけ、早く言うてる。ほんとぐるぐる言うてる。ぐるぐる言うてる。いややって。でも、どかないよね。でも、モデルどかないよね。なんで素敵ライブが発表します。予約してきました。自分のカードで。ありがとう、大ちゃん。ありがとう、大ちゃん。優しいね。撮ったりいいよ。あちらもこちらもご覧こよ。アマゾンで1位の2人の講演会がバンバカで開催できるようになったら会いに行きたいわ。ありがとう。いや、終わる。もうちょっとじゃない。あ、45分もやってんの。今度書いたら結んで開いて、結んで開いてですか、結んで開いてですか、固定コメントが結んで開いてよ、私たち。結んで開いてるって書いてないわよ。書いてないわよ。もう見えてないわよ、あんた。疲れがすごいわ。一回休みましょう。そう、一回も閉じなさいもん。じゃあ終わりますよ。はい、ということで今日はですね、私たちが本の初めて出す本の Amazon での予約が開始されました。出てきますよ。ありがとうね、本当に。後でストーリーあげるね。どっちの色に。この本には何の特典もつきません。本当にごめんなさい。でも、ね、Amazon で1位になりたいの、それはね、友の会の人たち以外の人にもこの本を知ってもらって、なんかいろんなことをいろんな人に伝えたいなと思った本なので、ぶっちゃけ友の会の人たちの にお願いして、友の会の人たち以外の人たちにも知ってもらおうっていうすごいアコギなことを私でお願いしてるの。すごいんだけど、昔勤めてた歯科医院が院長が書いた本を Amazon カテゴリー1位にするために従業員強制購入、後日院長が買い取りってことがあったのを思い出しました。ほぼそれ。まあでもそういうことで、フルで検索しないと出てこない。そう、フルで検索しないと出てこないね。さっき上がったから。色が違うことないの、どっちにするよとか迷ってるの。色と黄色は選べない。多分どっちかになる。どっちかになる。今どっちにするって話をしてたの。そうなの。夢を読んだけど実質は楽しみです。あ、そういうこと。そうやって言ってくれてありがとう。でも悪いもね、その絵はどなたの作品かしら。イラストレーターさん。はい。なのでこの本が Amazon で本日から発売されていたので、もしよかったら私たち Amazon で1位になりたいので。1位にならなかったらどうする？1位にならなかったら私がキャンセルする。え？嘘嘘。いや、なんてことやそうね。やめなさい。やめなさい。一回プレッシャーの言うことだと思って。そんなのよくない。下品なこと言わないで、本当に。司会の院長のように。司会の院長。お金は返すわ。やめてよ、本当に。
だって、だってなんか違法な気がするじゃない。ナイトに言ったの。そしたら何冊ぐらい買えないの、ね、数百、数千冊になったら1位になるよ。分かった、私1000冊買ってあげるわよ。それ1000冊買ったら今までやって瞬発に言ったら意味ないですって。そうなの、私たちの友の友達の力では意味なかった。一人一人の力なの。選挙よ。ほとんど選挙なの。最後のお願いに参りました。疲れちゃったもう。はい、皆さんありがとうございました。はい、今日上がるからこれです。YouTube YouTube の宣伝見た。次 YouTube。 いつも全然回らないひろみちゃんの YouTube 魅力上がりました。本当にあなたね、10時か上がる、あと14分ぐらい。こちらも見てください。本当にあんたのやつ回らないんで。本当に回らない、助けてもらう。本当にひろみちゃん人気がないの。もう3000回らなかったら消すからね。はい、はい、ということで、あの本当にアマゾンでごめんなさい、何回もですけど、あの本当に友の会の皆さんの、ごめんね、もう本当にはっきり言っちゃう、友の会の皆さんの力を使ってこの本がいろんな人に知られるようにアマゾンで1位をなるべく取って、いろんな人にこの本を手に取っていただきたいなと思って、あの今回のアマゾンのこの告知をさせていただきました。もちろんこの本の、発売に至っては書店でのお渡し会とか、ワニブックスのオンラインサイトで、付録と、サインをつけての販売とかいろんな販売方法も考えているので、一緒にこの本 の発売を盛り上げていただけると非常に嬉しいです。今後の、本の詳細はまずは、4月20日の18時頃にワニブックスの公式サイトで発表があります。こちらの方も私たちがストーリーするので、その時に、お渡し会の内容とか何ができるとか場所とか、またその後のこととかも発表できると思いますので、詳しくはそちらの方を楽しみにしてみてください。じゃあ終わるよ、終わって、またね。はい、皆さん今夜もありがとうございました。アーカイブは残すのでよかったら見てください。さようなら。